皆さんこんにちは、低音アーティストのあいこです。本日は7月26日になります。今日はですね、7月に見ておいていただきたい映画についてのお話です。さて、夏も本番になりまして、いよいよもう暑さがうなぎ登りにどんどん急上昇してくるんですけど、やっぱり夏の思い出っていうとね、こう開放的になって恋愛の方に、シフトするっていうようなね、イメージがあるかと思うんですけど、ラブコメディぐらいの、ラブストーリーまではいかなくていいんですけど、ラブコメディぐらいのね、ちょっと映画を見ていただきたいなと思います。そして波動を変えていただきたいなと思うんですよね。劇場じゃなくてもいいです。 DVD とかでも構わないので、ラブストーリーみたいなドロドロした感じじゃなく、特に不倫もんとか見ないでくださいね。そうじゃなくって、こう夏にしかできないこう海をメインにした恋愛とかさ、そういう映画あるじゃないですか。ああいう感じのラブコメディをぜひおすすめします。私山田孝之が大好きなんですけれども、山田孝之と長澤まさみが50回目のファーストキスっていう、そういう映画をねやってるようなので、なんか山田孝之と長澤まさみって聞くと、世界の中心で愛が叫ぶってもうね、随分前になるんですけど、そういう映画だったりテレビだったり、すごくブームになったあの頃をちょっと思い出して、こうキュンとするような、そんなもう感覚が今あるんですけれども、ぜひですね、ドロドロラブストーリーではなく、不倫とかではなく、夏にしかできないとか、夏を連想させるようなこうラブコメディを見ていただきたいなと思います。それでは低音カラーと低音ナンバーです。今日は、色は赤、そして数字は9です。今日はですね、赤の方を、意識して過ごしていただきたいなと思います。今日も一日あなたにとって素敵な時間が流れますようにお祈り申し上げます。天アーティストあいこでした。